チャオ、あっちゃんです。今日7月の16日、あっちゃん家の晩ご飯ちょっといろいろ作っていきます。近所から帰ってきてね、ちょっと疲れてんねんけどね、それ言うてられへんのでね、作っていきたいと思います。まずね、ちょっとこの前作ったあの塩なんとか鶏肝の塩が美味しかったらしいあります。とりあえずね、ちょっと全部使おう。ちょっとね、凍っちゃったのよ。楽なんでね、楽やし美味しいんでね、甘露にしよう思っとってんけどね、めんどくさくなってさ、ちょ今日はか小林が一日おらんかった。そっか、ゴミ袋って処理じゃん、蓋ちゃんとそのままいったからか。これ釣ったりですね、釣ったまんまいったからやわ。明日ゴミやからもういっかと思ってさ、そこに小声が湧いたちか寄ってきたんやな。これはね、別に害はないんやけどね、動画的にね、めんどくさい人がごちゃごちゃ言うからね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20個ぐらいね、さっと。もっと洗って水をつけます。塩をね、
もうこれでね、熱湯でね、さっと入れます。これもやった後で、ね、熱湯にちょっと入れないけどね。入れて、で、沸騰したら20分浸しておこうち。半分に切るとね、血が抜けるんで、そんな臭みがない、一日だけなんでね、さっと血を洗えば OK です。あとちょっとね、後で焼肉にするんで、
気を吹いてね、ちょっと。よっかましょう。はい。し、で、何しようかな。塩って。ビー使ってきてるんですか？字がわからない。これちょっと難しいですね。わからない。まあ、多分ね、株みたいなもんちゃうかなと思うんですけどね。あのね、これ使うと、ご飯が赤くなるんやって、それぐらい色素があるんやって、ちょっとね、気になって、どんなもんなのか。人生初ビーチやんけど、使ったことがないんだけど。こういうのビーチを、飲みます。うわ、すごい赤い。すごいね。この赤い。人参をね。